ミノのツ石。トキシ役所所有標本。2019年12月24日撮影。ミノのツ石とは、岐阜県トキシ南西部一帯に広がる丘陵の、市中から産出する国の天然記念物に指定された、壺に似た形状を持つ風変わりな段階状の石である。鉄分を含む、軽質粘土と小石など、複数の粒手が互いに連結し球形に固まった。 もので内部が空洞になっているため古くよりつぼ石と呼ばれて珍重されてきた。つぼ石は途中で様々な条件が揃った場合にのみ局所的に生成されるもので日本国内のよそでも稀に見つかることがあるが当地のように多量に産出することは珍しく、美濃のつぼ石の名称で1934年1月22日に国の天然記念物に指定された。 ミノのツボイ岐阜市ミノのツボイの市ミノのツボイ時市当時機種建場。セーラーテクの時所有。2019年12月24日撮影。ミノのツボイ時市役所所有標本。2019年12月24日撮影。ミノのツボイシーは、代償様々な歴眼や小石が、接着剤で固められたような赤葛色の会場の石で、表面に、 複数の粒手や小石があるためでこぼこしており、大きさ形状ともに一様でないが、全体的には円形や楕円形の不規則な休憩をしている。大きさは豆粒台から人間が人抱えするようなものまであるが、いずれも内部が空洞になっており、表面にある粒手や小石を一つ取り外せば、内部に詰まった砂や小石などの内容物を簡単に取り除くことができ、中身が中空になり、 水を入れても漏れることがない。このように、あたかも壺のような玉貝になるため、古くから壺石の名で呼ばれ、花を生ける一輪差しなどの花器として使用されたり、盆栽を植える植木鉢として、さらには陶磁器などの伝統工芸品のように、鑑賞用として、床の間に飾られるなど珍重されてきた。美濃の壺石が産出する岐阜県時市付近一帯の、 地表面に近い地質は岐阜県東部の東濃地域から愛知県北部にかけて発達する新第三期先進予に形成された粘土層や砂礫層で覆われている。このうち粘土層は時市や田嶋市付近に多く分布し、昔からこの地域の地場産業として盛んな身の焼きなど、養業の原材料として粘土の採掘が行われてきた。 この新大三期先進予の最上部を構成する、歴層は、トキサ歴層と呼ばれ、身の体体積岩類、脳皮流紋岩類、加工岩類などで構成され、チャート歴以外は、風化が進んでいるためスコップ等で削れるほど柔らかく、この砂や歴が混ざるトキサ歴層の中から、つぼ石が産出される。つぼ石の成因は、地中の二酸化イ素やカッテッコの成分が、地下水中に溶け出し、 これらがセメント材料の役割をして、歴装中の小石やレを徐々に包み込むように、膠着させ、外角を作りながら、海上に固まったものと考えられている。また、地質学者の須藤定治は、この付近周辺の粘土層や、歴装中に鉄の炭酸塩鉱物の一種である皮脂鉄鉱の段階がよく見られることから、弱酸性の雨水などが、 シデライトのジュールに接触して分解され、鉄分が酸化鉄となって沈着する作用が繰り返され、つぼ石が形成されたのではないかという仮説を挙げている。こうしてできた外角は、二皮で固めたように見え、殻の厚さは1トルから1 5トルほどであるが、非常に硬いという。つぼ石は、先進予の歴層が剥き出しになっている谷川の、 川床に流れ出たものから採集されることがあるが、時市南西部の時口地区では、川床ではない土中から多くの壺石が産出することが古くから知られており、東隣の水波市では、空洞中に粘土塊が入っているため恩を発する名石、または鈴石と呼ばれる壺石によく似た石が産出される。これらの石は、江戸時代には余りかてと呼ばれており、 そのうち、時のつぼいは、胎児あまりかて、水飲みの名医師は、上あまりかてと呼んで区別され、これらの空洞中にある乾燥した白い粉状の内容物は、傷薬や止血薬などの民間薬として売買されていたという。内藤あずはじめ、長州雑誌に描かれたつぼい安永年間頃江戸中期の安永年間頃ろ、終わり半々し、内藤あずはじめにより書かれた、 死死、聴衆雑誌の中にも、大悠余りかての表題で描かれた壺石の記述がある。描かれている壺石は二つあり、赤津湯、水野湯、ママ湯の、新州の州に、足し、遠くにのうちには気に湯のと解説されており、今日の時市の南西部に位置する赤津村、水野村のところどころにあって、新州や農州に多く、東国では稀であると記されている。また、 二つ描かれた壺石の片方には割られた断面が描かれており、割られた中空の部分には中うつろなり、つまり中空であるとの説明が書き込まれている。昭和11年7月に建立された天然記念物指定石碑。2019年現在、時プレミアムアウトレット南側交差点脇の矢部の中に移設されている。2019年12月24日撮影。 いずれにしても坪石の産出地は限られており、この地域のように多量に産出することは珍しいため、史跡名称天然記念物保存法により、1934年1月22日に国の天然記念物に指定された。指定範囲は、今日の国道19号新名峠から南南東方向の旧都機群都吉町へ広がる丘陵地帯であるが、周辺一帯は、 新興住宅地の開発や2005年にはトキプレミアムアウトレットが開業するなど大規模な土地開発が行われている。天然記念物の指定は坪石個体への指定ではなく産地の指定であり、指定エリア以外の場所から産出した坪石は一部の水石愛好からの間で流通しているが、天然記念物指定エリア内での坪石の採集や土地改変は 文化財保護法により禁じられている。今日では、壺石を見つけることは難しいが、周辺一帯の造成地などでは、先進予に形成された、時差歴層の赤茶けた路頭があり、歴や砂が膠着した陶器のような壺石の破片が見つけられる。歴や砂が外角に付着した様子は、地面に落としたガムのように見え、鉄分が多いため石褐色を帯びており、 叩くと、金属音がするという。天然記念物に指定された、ミノのつぼ石は地中にあるため、指定地では見ることができず、トキプレミアムアウトレット南側の岐阜県道382号土岐南、田インター船交差点脇の矢部の中に、天然記念物指定の石碑があるだけである。ミノのつぼ石の実物は、トキ市役所、トキ市立桃子機試験場、セラテクノ、トキなどが、 保有管理しており、展示期間中は見学することができる。ありがとうございます。